前も一緒に撮ったよね。うん。鍵ね。うん。そう。これもいいね。これ。これ。おお。あるけど。こっち。これ？あ、それ。おお。大きいし。すごいね。綺麗。綺麗ね。持って帰ろうかね。持って帰った。あとあそこに。綺麗、すごい綺麗これ。綺麗ね。これすごい。わ、持てる。すごいすごい。こんなことった。ほら、綺麗だね。綺麗ね。取った取った取ったぞ。これ最初レンコン皮むくんでしょ。レンコンきんぴらやんのね。きんぴら。うん。ばあちゃん年90だよ。今日はいいお天気だね。暑いね。真夏みたい。うん、いいレンコンだね。みーちゃんでっかいのすっごいやるね。これ塩じゃないとやっぱり屋敷の人じゃないと動けないよ。ほらね。全然動けないの。さて、いいあのハスだね。なかなか売ってないこの手の。ね。うん。レンコンのさ、きんぴら美味しいからね。ね。うん。レンコンのきんぴらが美味しいよ。うわあ、大丈夫。硬いんだよ。うん。うん、でもね、うん、ばあちゃん90にもなったけど、うん、子供の頃からほら農家で鍛えられた。うん。だからね、力はあるんだよ。ね、すごいよね。うん。本当にみーちゃんが来てくれると楽しいのよ、うん、ばあちゃんは一人暮らしだから、うんうん、だって全然一人だもの、一人だよみーちゃん。ね、寂しいよね。一人暮らしだもの、寂しいよ。こんな、うん、でっかい白い家でよ、うん、一人だもん、寂しいですよ。風が吹く日はおかないんだよ。そうだよね。うん、本当に畑の中の一軒家でしょ、うん、ねえ、はぁ、寂しいなんてもんじゃないよ。ゆうべも寝ながらなんか考えてた、みーちゃんと。あ、どこ行くって。うん、そこで行くかなって。うん、うん、行こう、今日天気いいからね。ねえ、アグリ行こうね。うん、舞茸だ。舞茸はね、うん、舞茸はご飯でしょ、うん、だからね、あんまりあの細かくすると、うん、味がねなくなっちゃうでしょ。うん、うん、だから太くね、うん、細かくね。これはね、あんまりね、あのいろんなものを入れないで、うん、醤油とお砂糖、あ、水にね、とすばっかり取ってんだけど、なんかね90歳になったって思えないんだよ。このぐらいでいいな。米とぐか、じゃあ。うん、米とぐ。米とぐ。持ってく？
ゼンマイとさつま揚げみたいな、美味しいの。これがね、今度ゼンマイが美味しいんだよ。マイタケは、今マイタケは出るのでね、薄い鍋ね、レンコンは炒めたら圧力鍋、レンコンはいっぱいできるわ。あとじゃあ赤い唐辛子とぶっとしてね、2本ぐらい。レンコン美味しいね、油これぐらい、結構入れるの、結構ね、レンコンはさ、薄いとあんまりあれでしょ、美味しくないでしょ。だから8ミリぐらいの切り方がいいよ。そうするとね、美味しいんだよ。から、何でもバーターは水量だから。それが真似できないんだよな。料理の選手じゃないから、田舎の晩餐の料理、ね、唐辛子2本ぐらい取ってきて、ぶら下げとけばいいんでしょ。育つね、こうやって通算に置いたら台所、こうやって紐くくって、そういいでしょ。で使うときに使えてんの、こんなにあったら十分だよ。十分だ。ペペロンチーノとかにも使えるの、これ、何でも使えるの。へえ、姉ちゃんこっち見てよ、これは辛くないの。すごいね、これもほら、いいでしょ、これね。これ醤油つけてたって美味しいよ。焼いて、焼いてこのまま焼くの、これ。そう、そのまま醤油つけたびに、好きな人はね、そんなに辛くないのよ、こっちは。まだまだ。ほら、みーちゃん、ここにいっぱいあるじゃん。本当だ。ほら、持ってく？ほら、これ。あと2、3本持ってくる。ここがいい。青い。これ。きれいね、赤いのね。うわ、すごいね。目いっぱい。いいね。いい。ほら、かわいいね。かわいいね。こう、花が。花。天上唐辛子。これをきんぴらに入れるのね。そう。多分、日本語でいいと思うよ。これ、辛いよ。これ、すごいよ。微分量だから、お砂糖ね、お砂糖微分量入れちゃう。唐辛子入れます。これ種ごと入れたら辛いからね、普通ね種入れないんだよ。よかったよかった。これと一味違うんだよ、あと少し寝ればいいな、それで終わりね、これ何入れたか教えて。
あのね、うん、みりんと醤油と、うん、だしの素。これご飯に合わせるの、うん、これはね、水とかそういうの足しちゃいけないよ。もう味が決まんなくて、うん、何にもいいだよ。これできたね、水分が。そしてこのつゆだけで、うん、そのあれでいいの、混ぜれば。つゆも多かければ全部入れなくていいやんね。少し煮詰めながらいいな、これ水分多いから。ほら、美味しそうでしょ、これ、みーちゃん。どれどれ。ほらほらほら。ね、水は絶対入れちゃいけないよ。こんなのできちゃうんだから。ほら、いいね。あ、いい匂いする、舞茸の。うん。みーちゃん、味見してみる？味見してみる。はい。あちゃ少しおパンにしないと、ご飯がね、あげたから。水に入ったから美味しいよ。美味しい美味しい美味しい。ほら。キンパが美味しいよ。これさ、うん、入れて、うん、しょっぱくないときは、この醤油を少し混ぜればいいんだ。味が決まんないときは。ね、うん、最後に。これ入れちゃって、それでも甘かったら、それ隠す味。人の教えちゃいけないよ。醤油足すのが隠し味なの。うん。人に教えちゃダメ。ずるいって言われちゃう。もういいな、これな、うんうん、もう冷まして、うん、もうご飯できればこれ混ぜて、うん、OK。 はい、一休みしてみましょう。はい、はい。ガーベラ綺麗だね、うん、どっちに混ぜる？ここで混ぜる。美味しそう。美味しそうでございます。お久しぶりに食べる、おばあちゃんの舞茸ご飯。そうだね、うん、美味しそう。食べよう。いただきます。おいしそう。きんぴらが美味しそうだね。きんぴら美味しそう。おいしい。おいしい。そうですよ、この頃ご飯食べたから、うん、今日ご飯食べたから、ばあちゃんすごいテキパキしてたもん。うん、すごかったよ。やっぱ食べ物食べなきゃダメなんだよ、うん、ばあちゃんの動きが早すぎて、うん、追いつかない追いつかない若い子が追いつかないよね、うん、年功もパパパパって切ったよ、パンダ、うん、あっという間だな。あっという間、うん、だからすごいな、写真撮りたいね。ね。ふりあるかね。ロングで。ふりあってもっと大きいでしょ。うん、秋だね。
ばあちゃんのこと撮ってる。いいよ。ずっとばあちゃんのこと撮ってる。